飲んでいるか。ああ、飲んでいるとも、孫賢殿。うん。やむを得まい、父を討ち講和の名士となった男となどそうそう組み交わせるはずもない。だがこの講和、そして乱世の終結、あの男の英断あってこそだ。天下など人の身には大きすぎる。誰かが一人で背負うなど考えずともよいのだ。導き合い、支え合う、そうここにいる皆で、いやここにいない全ての者とも手を取り合い、まだ見ぬ時代を作っていくのだ。みんな、共に祝おう。新たな天下の始まりを。新たな天下の始まりを。